とりあえず、はい、じゃあとりあえず、お久しぶりです。ご無沙汰です。いやいや、これでゴルフ場で会ったし、あ、そうか、ぜひ見てください。どうぞ。いやいや、出さねえよ。絶対出さねえよ、そんな。チョコどうや、最近。でもさ、サンデースポーツやってるじゃん。はい、やりだしました。まあまあ、汗かいてるよね。きついっすよ、生放送は。生放送で、生放送の後に、インスタ、たまに上げてるんだね。はい、ぐったりっすよ。ぐったりの看板になってるから。生放送はやっぱきついっすよ。生放送では尺ないだからね。編集なしだからね。だし、その言葉のチョイス、うん、難しいっす。言っていい言葉、言っていけない言葉ってあるんですよ。特に NHK さんの場合はね。だからそれこそ、あの、ちょっと暴力事件の特集をした時も、うんうん、暴力はダメですけど、うん、コツぐらいはいいでしょっていうのを僕が発言したんです、うん、だからこのコツもダメなんですよ、うん、ちょっとやっぱそういうあれが、なんか苦情みたいな何件か来たらしい、やっぱ来るね、僕のブログの方にも、はいはいはい、上原暴力容認したいや暴力はダメって最初に言ってるでしょと、ね、ね、暴力はダメやけどコツぐらいはやらないと、今のね、はいはい、子供たちが大人を舐めてるから、うん、もう殴られへんって分かってるから、うん、すごい態度で接してくるから、まあね、そういうのは絶対必要だっていうことで、なるほどね、僕は言いたかったんです。ちょっとね、強めなやつはね、ちゃんとしておかないとね、いや、そりゃそうですよ、絶対ちょっと怒られたんだ。そうね、前田さんの息子さんが多分監督のこと舐めてると思うだって、まあね、殴ったらダメですからね。殴ったらダメだもんね、うん、それは子供を舐めてかかりますよ。そうそうそう、はい、そうなんだよね。だからやっぱぐっと我慢しなきゃいけないんだよね、はい、そうだから今中学生の野球とかもほら教えてるじゃん、チームを持ってて、はい、だからさ、まあまあ舐めてくるでしょ、まあまあ、まあ友達みたいなところだよね、はい、てか俺優しいんだよ、すげえ中学生、まあ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 優しいんだって、はい、そうで優しいからね、子供たちからするとなんかちょっと舐めた感じで会話をしてくるところを、一個質問していいですか、中学校は資格いらないんですか、うん、あ、いらない、小学生と中学生がプロアマの資格はあ、いらないの、うん、高校からですか、高校から、そう、大学も、大学も資格いる、あ、いるんですか、え、コーチまだ、まあ、取ってない取ってないし、取るのあれ予定もない、僕はあの制度に大反対の人なんで、まあね、確かにね何の意味があるのかなと思ってる、だって教えたかったらいつでも教えてもいい、そう、そういう風にしないと、俺もそう思うんだよ、実際、いや、ね、せっかく伸び盛りの高校生とかに、うん、あの人に教えてもらいたいっていう人も絶対いると思うんですよ、絶対いると思うんですよ、だからそういうの教えれないとかってなったら野球界としてマイナスなの、確かに、おかしいなら制度ですよ、こんな感じだけど、100勝、100セーブ、100ホールドで、日本で1人しか、日本では世界で1人でしょ、あら、1人います。誰だ、ゴードンっていうアメリカのいるんですけど、あれのお父さんです。あー、ヤンキースでクローザーとかやってた人じゃないかな、うん、はい、息子さんは今、うん、カンザスだった、うん、ディーゴードンのお父さんじゃなくて、違うゴードン、ゴードン、どっちのゴードンだったっけな、うん、のそのお父さんがやってるんですよ。やってるんだ。はい。世界2人。2人です。すごいね。すごいよ。100勝、100セーブ、100ホールド。全く騒がれないです。騒がれないね。何なんっていうぐらい騒がれないです。これで、ちょっとあの物議を醸し出してたじゃん。迷宮界のルールも変えなきゃっていう。ああ、そうだね。多分100勝、100セーブ、100ホールド。まあ、とりあえずまあ日本国内、まあ、メジャーのやつにして、ね、それをやってる人間って過去にいないの。でも200勝と2000本安打でしょみたいな感じだから、うん、そうですね、結構ね、だからね、今ね、2000本は毎年のように出ますよ、2000本はね、もう申し訳ない、2500ぐらいにしなきゃダメですよ、そうだな、確かに、そんなに入れたいんだったらね、人増やしたいんだったら落とせよって話じゃないですか確かにね、それでピッチャーがピッチャーだっていうんだったらね、180勝とかにすればいいわけですし、ではセーブ数、まあ、セーブ数はでもちょっと簡単って言ったらあれですけど、ちょっと低いです、ね、レベルが、まあ、250は300ぐらいにしないとダメですね、あ、まあそうだな、確かにね、でホールドも入れて、ここホールドは400でいいと思うんですよ、400ホールドで迷宮界にしてあげる、上原浩二中、やっぱ経験者だからよくわかるんだろうね、
そういうのがね。そうですね、もう全部経験しましたね。はい、でも前田さんも経験中ですか。一日もね。クローザーはしてないですか。クローザーもね、1ヶ月ぐらいした。あ、1ヶ月っていうか、ロッテでちょっと、はい、ジャイアンツで。ジャイアンツでもクローザーしたんですか。1ヶ月ぐらいやったんだって、2003年に。川原がちょっと良くなくて、え、これ2003年。3年めっちゃいますよ。いたでしょ。めっちゃいますよ。めっちゃいるよね。その年多分僕16勝から17ぐらい経ってる時ですよ。え、じゃあ前田さんにお世話になったことあるんですか。これがね、確かに高知が16勝かって言った時に、はい、7試合8試合ぐらい連続完投みたいなしたら違ったね。あ、そう、知ってました。そうだから上原の時は休みって言って休みをもらってた。で、今年大野君が、うん、あ、中日のね、うん、5試合ぐらい連続完投勝利で結構新聞とかやってたり、うん、で斉藤さんが11だったり、はいはいはい、10試合記録が、ね、うん、その間に俺おんねんけどってずっと思ってた。俺7試合か8試合やってるんですけどっていうのをずっと思ってたんです。そこは飛ばされてたんだ。飛ばされてましたね。だからね、だからなんかね、扱いがね、こう日本の、まあ、球界メディアも含めてね、あんまり上原に優しくないね。コーチにあんまり優しくないね。じゃあ多分、ね、僕言うからです。結構グレーゾーン的なことを言ってるから多分日本球界からあんまりいいように思われてないと思います。あ、そういうことか。そうだよね。今回のさ、ほらドラフトで田澤君の話とかだとね、はい、ドラフトいるみたいな、別にもう獲得球団獲得してよくねみたいな。いやでも実際そうでしょ。あれだけメジャーの実績がある人が、うん、なんで18歳の高校生のやつらと同じ東京に立たなあかんのって話じゃない。確かにそれはその通りだな。だからね、結構正論なのよ。正論を言うとダメっていう人が中にはあと日本球界ちょっと多いんだよね、うん、そういうのはね。だ、基本的には正論よ。だから、うん、じゃあ俺は影響力ないじゃん。だから浩二が言うと影響力があるから、これも田沢問題もすぐスパッと変わるみたいな。変わってくれたね、よかったです。持っていっちゃえよ。行ったらなんか永久追放とかね。いやいや、上原よく行ったーっていうやつ。いやいや、そうやって言ってくれて嬉しいですけど、いや永久追放とかだったら困るから。そんなんだ。いや、まあ、別にね、日本球界に戻ろうとかっていうのも考えてないですけど。そうだ、日本球界永久追放になったって、ほらね、もうフロリダの方でもういつもコーチ散歩って言ってるぐらいだから。工事散歩ですか。工事散歩は、純散歩ちょっとね、生まれて高田健二さんの工事散歩でもう終わりましたから。あれもう終わったら終わりました。来たかったの、はい、か今黒田いないから。そうか、じゃあとりあえず今帰ったらまた帰ってストックして、やります、また工事散歩、ね、はい、工事のことをフォローしてくれてる人たくさんいると思うんだけど、はい、その中で、そういや俺もそうだけど、そのインスタとか見てたら工事散歩つって変な動画こんなに何言うの。まあ、別に僕の家じゃないから。まあ、いろんな人の家の庭に置いてるものを撮ってるだけで。まあでも引退してからもうどうなの、もう順風満帆楽しい生活してるんで、フロリダとかちょいよくない。まあいいですけど、今年に限って言えばちょっと、ああそうか、ちょっとコロナの問題で日本があれ今300人400人で、うん、わーって言ってますけど、フロリダは毎1万単位で増えていってるんで、規模が違いすぎるんで。はい、確かにね。いやでも本当にあの歌の人はマスクとかしないんで、あ、やっぱそうなんだね。それは広がるよなっていう。ビーチも開放したりしてるんで。そっか、あ、なるほどね。でもフロリダもどこなの。タンパとかね。まあ、タンパまで車で 2,3 時間ですね。3時間。キャンプ地近いの、アメリカの。近いです。はい、あ、じゃあ僕が、うん、ボストンに行った時に、うん、家から通ってたんですよ。あ、キャンプ中は、はい、キャンプ中は、うん、その家にフォートマイヤーズだっけ。あの辺に、はいはいはい、まあ、でもどっちかは分かんないけど名前だけは聞いた。あれボルチマーに行った時に、うん、そう、休みの時にちょっと遊びに行こうっていう感じで、別荘みたいな感じで買ってた家だったんですよ。はいはいはい。だからそこにたまたまボストン の, その契約の話が来て、うん、あ、家から通えへんやんっていう感じで、うん、ちょっとボストンの時はキャンプ地に通ってましたけど、うん、ただホテルとかじゃないんだよね。だからメジャーでホテルでいいんですよ。あ、ホテル借りてる人もいい。全然いいです。それはでも工事はもう近かったから通ってた。家から通ってました。で、うん、シカゴの時はホテルから通ってましたし、うん、だからいろいろです。あ、そうか、シカゴはメサだっけ。
あのフロリダのアリゾナの、はい、アリゾナ、そうそう、あっちはホテル借りてました。うん、だから本当に複数年とか、まあ、契約してる人たちは多分そのキャンプ地に借りたりしてるんで、大体みんなじゃあリタイアしてある程度、ね、メジャーで実績残した人は、はい、アリゾナかフロリダに住んでる。アリゾナ、フロリダ、テキサスですね、大体。あ、テキサスも結構テキサスも多いですね。あ、そう。テキサスもあの税金が安いんで。おー、確か所得税がかからんかったのかな。マジ、マジどれで言っても別に行けるわけじゃない。あれ、前はでもテキサスでした、ね、テキサスなんかのオクラホマトリプル A だ、はい、そう、そうそう、テキサスですよね。うん、マイナーでちっと見てんの、すごくね、誰が完全にもうプロで判断されてるんで、一回出たもんね、プロで判断されたらもう永久追放ですよ、あんなの。